こんばんは、平井弘明です。今回はですね、リクエスト動画でドローフェードの出玉の度合いを見せてくださいっていうリクエストをいただきまして、その出玉の度合いをですね、今日カメラのアングルとか調整して撮っていきたいと思います。うまく撮れればいいんですけども、なんせちょっと打ち手の調子があまり良くないので、なんとなくうまくまとめさせていただきますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。調子悪い時はね、手打ちで打った方がいい。マジやる登録教えてくれるんですよ、最近。違う違う、そう言われたこと。平井弘明のワンナップゴルフ。そのリクエストがですね、出玉の度合いのイメージを作りたい、つけたいということで、球の飛んでくドローならどれぐらい右に出てるのか、フェードならどれぐらい左に出てるのかっていうのを、僕も初めてなんで、どういう撮れ方するかわかんないんですけど、ちょっとやっていきたいと思いますので、早速ちょっと打っていきたいと思います。まずは何と言っても基本はストレートですよね。まずストレート打ちます。ちょっと引っ掛けましたね。でもなんとなくあんな感じです。次にドロー打ちます。次フェード打ちますね。もうね、フェードがね、末期なんですよ。無理やり打ってますけど、でも出玉はずれてると思うんですよ、ちゃんと。なんで、あの感じかな。まあ当たり方もまあそこそこなんで、距離はなんとなく一緒の距離は出てるんですけど、ちなみに今これ8番アイアンなんですよ。8番アイアンで打ったんですけど、まあ、番手別でも変わってくるかって言ったら、アイアンはアイアンでほとんど変わんないですよ。ただドライバーになってくると、その調整が難しいので、そもそもだから、その球を曲げてこうかけたいんだったら、ちょっと大げさにやる感じなんですよね。だからアイアンよりはウッド系の方が出玉のこうブレっていうのは大きくなってくると思います。ちょっとドライバーもやりましょうか。まずはストレート。全然良くないな。振り遅れてますけど、まあまあフェード行きます。先に、ね、で次にドロー打ちたいと思います。ありがとうございました。で出玉はあんなあれぐらいに出るんですよ。ただこうかかりきらないですよね。その理由だけちょっとやっていいですか。ドローを打ちに行ってるんだけど、ドライバーでドローがかかりきらない。こうやってなってるからなんですよ、今僕のスイングが。出玉っていうのはあんまりいじくるものではないというか、あのすごくいじるのは難しいなっていう印象です。打ちたい球を全体的に考えるんだったら、多分そんな難しいイメージはないんですけど、出玉をコントロールしようとしたりするとすごい難しいので、意識するとターゲットのどの辺に落とすっていうイメージで
打ってあげた方がいいですね。本当に調子が悪いんで何とも言えないですけど、調子悪い中でじゃああの辺に落としてあそこに打ちますっていう感じでちょっと最後一発打ってみていいですか。250ヤードの看板、まあ OK 入んないでしょ。はい、あの感じだから別にフェード狙ってなくてもフェードが出たり、多分あれが、まあ、調子が良くなってきたりボールがもうちょっと中に置けてくると、まあ、ドローが決まったりストレートが決まったりしてくると思うんですけど、全然その自分の調子が良くないって思いながら打ってるとあれぐらいこうストレート狙ってフェードが出たとしてもそんなにこう悪い気はしないんですよ。もうあれぐらいだったらもう全然いいかっていう感じで飛んでいく球を見てるんで、だから出球の度合いっていうのはその調子によって大胆にできる時って意外と調子がいい時で、真ん中に寄せちゃう時っていうのは大胆になれない時、調子が良くない時っていう感じだと思うんで、ドローはこれぐらいの右の度合い、フェードはこれぐらいの左の度合いってあんまり決めない方がいいかもしれないですね。うん、なんでその自分の調子、その時によってドローが打ちやすいのかフェードが打ちやすいのかっていうのもあると思うんで、その時の自分の調子によって使い分けて出し方を決めていった方がいいと思いますので、はい。で今回はですね、ドローフェードの出球の角度どれぐらい出てるんですかっていうリクエストのもと動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。